皆さんお待たせいたしました。このクラブモーションナビゲーターと文鎮がいよいよ一般販売されます。1月の20日東屋商店にて販売が開始にされます。ぜひですね、楽しんでですね、練習していただければありがたいです。また随時ですね、販路が拡大しましたらご連絡差し上げます。今後ともよろしくお願いいたします。はい、松尾のレッスンです。よろしくお願いします。お願いします。松尾、どうですか？パターは。あんまり得意ではないです、ね、あまり得意ではない。特にどう？ミドルパッド、ショートパッド、ロングパッドあるけれども、やっぱロングパッドの距離感とかがまだわからない。ショートパッドの方がまだマシって感じが、ね、とはいえですね、しっかりとストロークチェックをして打ち方の特性っていうのを見てみたいと思います。はい、では10球やっていこう。はい、お願いします。はい、まずデータしっかり読んでいきましょうね。技術的傾向 83.7%、 もうすごいね。プロ級、構えてる時のぎこちなさから想像できないぐらいクラブの動かし方っていうのはプロの傾向を有しているということが言えます。タイミング 60.3%、 実際打ってる時にもリズム感がすごくばらつきがあって、あ、タイミングリズム問題あるなというふうに感じてましたけれども、サンパットラボの評価としても非常に低く出てしまってます。でその再現性、は 73.4% ということで、総合評価 72.7% ということでした。技術がだから一番ね、先行してやるっていうのはある意味いいと思います。優先して良くなるべきは、最初技術的傾向が良くなって、それをタイミングとかを良くしていくことによって再現性を増すという順番になるでしょうから、いい打ち方ということが評価できるんじゃないでしょうかね。じゃあその中身をちょっとチェックしていきましょう。アドレス時のフェース向き 0.9 度クローズ、これはまあ全然許容範囲内だと思います。そしてインパクトに向かって 0.1 度開く変化が起こります。なのでインパクト時の平均値ですね、 0.7 クローズで当たるという傾向があります。軌道は 1.4 度右に振っていますが、フェース向きの重要度の方が高いので、わずかに 0.4 度左に出る傾向があるというふうに出ていますが、これも全然許容範囲内ですよ。プロでもこれぐらいのデータの人ってたくさんいますが、まずどうなの？ミスは右左、うん、まあ、若干左が多い。若干左、まあ、このデータ通りなのかなっていう気がするっていうことだよね。インパクト時のフェース向きが個性があったとすると、それに対して練習量を積むと、さらに個性が出て結果だけまっすぐ打つという答えだけを求めたやり方になってくる可能性が高いわけです。ただ上手くないっていう段階であれば、比較的個性を減らした状態でスタートした方がやはりいいよね。これ上から見た時のパターの軌道なんですけれども、なんだこの8球目は突出してカットに打ってるけど、なんかあったのかな、よくわかんないか。わかんないですけど、でも自分でもカットに入ったなって。あ、自覚できた。はい、あ、そうかそうか。まあそういうばらつきがあるってことね。基本的にはインサイドアウト方向に振り抜いていて、まあ、ただクローズフェースで当たってるからね、そちらの方が相性がいいからそれを選択してるっていう感じなんだよね。なので、まあ、最終的にこうフェース向きをゼロにするとすれば、もう少しパターパスに関してもまっすぐなる必要性が出てくるでしょうけれどもね。打点に関して、まあ、これはまだ結構ばらつきがあるな。ある程度打点が安定するっていうことが大事です。実は芯に全部当たる必要性がないとも言えるんです。なぜかというと、ちょっと芯外したぐらいだと、もちろんエネルギーロスが発生するんだけど、いつも同じところで当たってる方がはるかに重要なので、このばらつきがあるっていうところが距離感の不安定感につながってくるっていうことですよね。はい、これがですね、正面から見た時のパターのストロークです。アッパーブロー量 0.9 度、 1.6 度ハンドファーストに構えているということです。なかなかいいと思います。フェースローテーションに関して、手前10センチからインパクトに対しては 2.0 度クローズイング、そして当たった後からフォローに関しても 1.4 度クローズイングということで、まあ、大体対照的なローテーションになってますし、ローテーション量に関しても比較的こうプロに近いような傾向を持ってますよね。技術的傾向が非常にこう高く出てきた理由っていうのは、プロのような打ち方の傾向を持ってるっていうことだよね、松戸が。そこはだからすごく
あの褒められるべきところなんじゃないの。でもやっぱり一番悪いのはテンポだよね。なので次の項目が実はデータ的には悪かったということですね。これはですね、急加速急減速という感じですかね。このスピードに関しても非常に速いということです。バックスイングに関しては適切なんですけれども、トップからインパクトに対して結構緩み傾向があるの。今映像で見ても分かったかな。こうやってスッて綺麗に上がるのに、当たる時にグッてこうちょっと減速するの。特にこのデータのスピード、当たった後のインパクト後の収束のところがもう急にフッてこう落ちてる。でこれに関しては多分緩めて距離感を合わせてるというふうに感じるけど、自分でどう感じるのこれ。そうですね、いや確かに緩まってるっていうか、インパクトの瞬間にちょっと減速してるっていうのは先輩とかにも言われてたんですけど、距離感は振り幅とかで一応揃えてるつもりではあります。あ、振り幅で揃えてるつもりではあるってことね、はい、今ここに関して技術的な方法に関してはこれは結構できているんだけれども、上げた分のエネルギーをボールに伝えきれていないというところに関して、まあ、とても問題があるなというふうに思っています。ちょっとその練習方法を、ね、やってみましょうかね。はい、はい、お願いします。はい、はい、インパクトでこうやって緩んでしまう松戸に対して、パターでもですね、連続打ちドリルというものがありますので、それを彼にはですね提供してやってみたいと思います。じゃあちょっとやろうか。はい、お願いします。はい、まずパターで連続素振りしてみようか。はい、はい、いいテンポで連続して素振りしてみようか。要は1、2、1、2、1、2、1、2、不安定テンポがいくよ。まあこれ歩きながら打つことはできないじゃん、ショットみたいに。でも構えてすぐ打ってみようか。トン1、2、トン1、2、1球ずつ前にまず来てごらん。いくよ。はい、トン1、2、はい構えて、トン1、2、構えて、もうバタバタしないはい、もう一回。はい、たくさんね並べて今みたいにどんどん打つっていう練習を自宅だったらできるじゃないですか。練習場でやればもちろん迷惑かかると思います。ですけども家だったらできるじゃない。今度はもしコーチがいたり練習パートナーがいた場合にできることをやりますね。5球打つでしょ。打ったらそのまま戻ってきて、そうしたら今そこにボールを置くから、これで連続打ちやります。じゃあここね来て、はい、いくよ。5球いきますよ。はい、1、2、戻して、1、2、戻して、1、2、1、2、1、2っていう感じ。これやるときって球数はめちゃくちゃたくさんやります。10とか20とかできるだけ球を打ちます。でこの当たった時の感覚あるわけじゃないですか。ボールがどれぐらいのスピードで出るっていう情報で、これらが距離感を作るんですよ。なのでやった数だけ上手くなります。でパターってやっぱりたまにしか打たない。家で打ってもパターマットで均一な距離しか打たなかったりしますよね。なのでどの運動だったらどれぐらいのボールスピードが出るっていう経験値の構築がなかなか難しいんですよ。なので今のような連続打ちをものすごいショートパット、ミドルパット、ロングパット、それぞれのレンジで連続打ちやっていきます。いきよ。じゃあショートパット、はい、5球いきます。はい、構えて、はい、はい、どうぞ。ショートパット1、はい、2、はい、3、はい。全然ショートパットじゃないねもう全然ショートパットで、どこまでぶっ飛んでるのってぐらい振ってるでしょ。はい、じゃあ次ミドルパット。じゃあミドルパットの定義はどれぐらいにしようかな。じゃあ5メートルぐらいにしようか。はい、はい、いくよ。5ヤード。じゃあはい、1、2、1、2、1、2、1、2、1。まだ今のでも全然フォロースルーが出てないんですよね。しっかりと今のような連続打ちの場合には左右対称の振り幅をイメージしなきゃいけないんだけど、松戸の場合こう大きく上げてドンってやってて、この辺の対照的なストローク幅のストロークとかもできてないです。現実的には普通にストロークすればですよ、フォロースルーでスピードが上がってるんでフォローのが若干大きくなる傾向っていうのはあるわけですけれども、今のはバックスイングが大きくて当たったらもうすぐ止まっちゃう。まあ戻すために多分止めてるっていう部分もあるとは思うんですけれども、できるだけこの練習をやるときには均一なリズムで1、2、1、2、1、2っていった感じでいいテンポで振るように練習しましょうね。じゃあロングパット、はい、跳ね返ってきちゃうかもね。5球いくよ。はい、1、2、全然フォロー出てない、出てない、全然ここまでいきます。はい、打ってやめない、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。そう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 、さっきの当たる時にスピードが減速してしまう松尾にとって、今の連続打ちの時に何やってたかというと、大きく上げてこうやってやってたので、それを
構えてからフォロースルーのところのサイズ感をしっかりと均一にするっていうイメージを持つことはすごく大事ね。だからこの練習によって何を習得したいのかっていうのはドリルが大事なんじゃなくてそのドリルのやり方が大事なの。はい、ということで松戸もこれをねしっかり自宅でやってください。まずたくさんパターの練習をやることが距離感を作ることに役立ちます。しっかり練習してね。はい、お願いします。はい、今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターでも YouTube にない動画を発信しています。ぜひフォローよろしくお願いします。コロナに負けるな。